リトルエジプトとして踊るアシアウェイビーを撮ったベンジャミン・フォークの写真。リトルエジプトは数名の有名なベリーダンサーに対して用いられている芸名あるいは舞台上の愛称である。多数のフォロワーが出たため、この名前は一般的にベリーダンサーと同一視されるようにもなっている。少なくともファリダ・マシャール・スピロポロス。 アシアウェーブ、ファティマ・ジェミルの3名がこの名前に結びつけられている。リトル・エジプトについては様々な伝説や噂話が残っているが、ほとんどは信憑性に乏しい。マーク・トウェインがリトル・エジプトのダンスを見て心臓発作を起こしたという伝説があるが、これは作り話ではないかと言われている。リトル・エジプトの人気と伝説は現代的なストリップティーズの発展に、 大きな影響を与えたと言われている。ファリガマシャールスピロポロスはシリアのダマスカス出身で、その後エジプトのカイロに住み、16歳くらいの時にアメリカ合衆国に移住したと言われているが、残っている記録には不明な点が多く、あまり信憑性は高くない。1893年にシカゴのミッドウェイプレザンス公園にて、シカゴ万国博覧会の カイロのガイロエキシビションにベリーダンサーとして出演したが、この時にリトルエジプトという芸名を公式に使用していたわけではなく、この名前は後に通称のように用いられるようになったものだと考えられている。しばしばファリガが本家リトルエジプトであると言われることがあるが、これには様々な伝説が付きまとっており、あまり正確とは言えない。 ファリガワ1905年にガススピロポロスと結婚し、1915年のサンフランシスコ万国博覧会や1933年のシカゴ万国博覧会にも出演したと言われている。晩年、ファリガワメトロゴールドウィン・ベイヤーが1936年に制作した映画、巨星、ジーグフェルドについて、リートルエジプトの名前が無許可で使用されたとして、訴訟を起こしている。 アシア・ベイビーは、アルジェリア系のベリーダンサーであり、1896年12月19日、P.T. バーナムの孫であるハーバート・バーナム・シーリーが、兄弟であるクリントン・バーナム・シーリーのために、ニューヨークの五番街で催した、バチェラーパーティーに出演したことで有名になった。このイベントはわいせつな踊りが行われたということで、警察の手入れを受け、リトル・エジプトという芸名を使っていた。 アシアも証言を行ったが、罪には問われなかった。アシアは、リトルエジプトという芸名を使っていたと確実に、わかっている数少ない女性ダンサーであるが、1893年のシカゴ万博に出演していたという記録はない。このスキャンダルのせいでアシアは、有名になり、ブロードウェイの興行を主だったオスカーハマースタイに一世に雇われ、シーリーのディナーパーティーをパロディ化した。 バーレスクショーに出演することとなった。ベンジャミン・フォークが撮影した写真はアシアを撮ったものではないかと考えられている。アシアは1908年1月5日にニューヨークの自宅でガスにより窒息死し20万ドル以上の財産を残したと噂されている。ファティマ・ジェミルはおそらく1893年のシカゴ万博にも出演していたのではないかと言われている。 ベリーダンサーで、コニーアイランドでダンスを踊っており、トーマスエジソンによる日本の初期映画クッチクッチダンスと、ファティマで踊りを披露しているのは、このファティマではないかと推定されている。この初期映画に登場するダンサー、ファティマはしばしば、リートルエジプトと呼ばれている。上記の初期映画や、巨星チングフェルドのほか、1951年に、 ユニバーサル・インターナショナルがロンダ・フレミングを主役として伝説的な万博のダンサーを主役とする非常に脚色された映画リトル・エジプトを制作した。トマス・マク・マホンは19世紀末を舞台にした小説ラビング・リトル・エジプトを発表している。ありがとうございます。